ビーチャンネルです。リクエストで文房具を紹介してくださいっていうのをたくさんいただいていたので、今回は大好きなスヌーピーの文房具をたくさんある中からこれだけ買ってきました。厳選してきました。まずはレターセットからです。レターセットはサイズ違いで2種類買ってきました。では開けます。便箋は4種類あって、それぞれ7枚ずつ入っています。どれも裏側は真っ白です。封筒は2種類あって、こちらも7枚ずつです。裏はこんな感じです。音楽を聴いていたり微笑んでいたりします。次にこちらのミニミニレターです。中身はこんな感じです。普通の便箋より紙がちょっとしっかりしている便箋が16枚、ミニサイズの封筒が8枚、ミニ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 サイズの封筒が8枚です。裏はこんな感じになってます。かわいいです。ミニ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 この便箋の切り口もとってもかわいいです。次にこちらのシールです。これはスヌーピーがクローバーを持ってるので色合いもいいし、とてもかわいいなと思って買いました。こちらです。スヌーピーの白じゃない部分がちょっとゴールドみたいでかわいいです。ちょっとキラッとしてます。次は蛍光ペン、ジェルペン、シャーペンです。蛍光ペンは黄色を選んできました。とかわいいです。キャップを外すとこっちが太くてこっちが細いです。ピンクとか水色とか黄緑もありました。書き心地 OK です。次は書いて消せるフリクションのジェルペンです。水色を買ってきました。これも何色かありました。僕はスヌーピーです。スヌーピーですスヌーピーです。スヌーピーです。書き間違えたらこのように消すことができます。おお、消えた。次はスヌーピーのシャーペンです。こんな感じでとても可愛い絵です。色合いもとっても気に入っています。次は消しゴムです。こっちから見るとスヌーピーだけど裏側から見ると物消しです。じゃん。びっくりしたので面白いと思って買ってきました。最後スヌーピーの糊です。こちらも物消しと同様、こっちはスヌーピーだけど普通の黄色ピットっていういつものやつです。開けてみます。これ塗るときは青いけど乾くと透明になるタイプのやつです。すごいわかりやすくていいと思います。塗っていないところがわかるし乾くと透明になるのですごく使いやすいと思います。このスヌーピー以外にもいろいろ文房具をチェックしてきたので、これから順番に紹介していけたらと思います。今2月でもうすぐ新学期が始まるので新しい文房具とかがいろいろ出ていると思うので皆さんもぜひチェックしてみてください。以上、スヌーピーの文房具の紹介でした。バイバイ、また見てね。